こんにちは、マ、ま、サです。去年、クラーケンが日本から撤退したんですけど、その後、残ったイーサリアムのステーキングがどうなるかっていう状況だったんです。4月の12日に上海アップデートっていうのが終わったんですけど、それによってやっと引き出せるようになったんです。先日、クラーケンからメールが来ました。 アップデートが実施された後にクラーケンによりステーキングが解除されます。解除後に資産がアカウントに変換されるまでに一定の時間を要することにご留意ください。ステーキングの解除が完了し、ご資産の出庫が可能になった時点で弊社より再度ご案内をお送りします。その後、 30日間の引き出し期間終了までに、クラーケンのアカウントからご出庫してくださいと。今日は15日なんですけど、今のところはまだ引き出せません。この二重イーサーが返ってきてません。去年の今頃、イーサリアムを買ったんですけど、全部で1190万分買いました。現在は爆上げしてますから、 評価額は1500万ぐらいになってます。ですから1年間で300万ぐらい儲かった計算です。まだ売却はできないんですけど、売却できるようになったらどうしようか悩んでます。来年ビットコインの半減期が来るんですけど、ほぼ上がってるんです。半減期っていうのはビットコインの枚数を減らすっていうことです。 ですから、ビットコインにつられて、イーサリアムも上がるんじゃないかなと思ってるんです。しかし、大きな金融危機がいつ来るかわかりませんから、売りたい気持ちもあるんです。やっぱり、仮想通貨と金の現物を比べると、金の現物の方が安心感が高いです。紙くずにも、電子ゴミにもなりませんからね。 今後、イーサリアムがどこまで上昇するかわかりませんけど、35万ぐらいにいったら売ってしまうかもしれません。儲かっても仮想通貨は分離課税ではないですから、税金が高いんです。他の収入と合計して4000万超えると45%ですからね。しかも仮想通貨で損失が出ても来年に 繰り越せませまんからね。ここが一番の泣きどころです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。